前回のウニクラ、裏クラでマンション建築を頑張っていたウニクロ丸、しかし安定の材料不足に陥っているようだ。そこで物の持ち運びが楽になるエンダーチェストの素材を手に入れるべく、再びあの時刻へ行ってみた。予想通りボコボコにやられた上に要塞見つけることができませんでした。アップできてからネザーやったらむずくないか。はい、どうも皆さんこんばんは、ウニクロ丸でございます。いやー、前回からですね、ネザーをずっと死に物狂いで冒険してネザー要塞をですね探しまくってるわけなんですけども、まだね懲りもせずネザーにおります。いや、諦めろよっていう話なんですけどね。どうしてもね、ネザー要塞見つけたくて、ちょっとね、いろいろ試行錯誤してるんですけども、今ですね、こんな感じでね、すごい石の道をね、作ってる途中でございますね。裏の方でね、めっちゃ頑張ったこれ。こんな感じでね、地面を歩くとね、めっちゃいんな、しかし。地面を歩くとね、いろんなね、モンスターたちが来て、すごく危ないんですよね。なので、地面を通らない方法で、あ、近いな。近いけど、ガスト来てるから、ちょっと避難するわ。あ、いたいたいた。早速。あつ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 。あぶね。めっちゃ燃えてるんですけども、消えたわ。こんな感じでね、めちゃめちゃ危ないので、石の道を作ってね、地面をね、なるべく通らないような形で、進んでいきたいなと思っておりまして、今ね、石の道をずーっと探してるじゃない、作ってる途中でございます。でね、結構進んできたんですけども、もうね、結構石がね、あんまりないんですよね。なので、これをね、全部使い切るまでやったら、ちょっと帰ろうかいなとは思ってるんですけども、てかやべ、金の防具が壊れてる。あちゃー、マジか。まあ、いっか。あいつらに出会わなければいいんだもんな。じゃあね、そんな感じでですね、早速道作りの方ですね、やっていきたいなと思います。さすがにね、これだけ進んでいけば、なんかあるんじゃねえかなとは思ってるんですけどね。これなければ、最初のネザーゲートのところ戻って、反対側行ってみますわ。うん、そういう感じで進んでいきたいなと思います。それでは本日も、行ってみましょう。やべ、後ろスケルトンいるわ。あいつなぁ、怖いんだよな、危な。弓全然いいの持ってない。よいしょ、いた。お前、この野郎。ほら。よいしょ。こうやってね、一匹一匹だったらね、全然対処できるんですけどね。あいつなんであんなとこにやがるんだ。ここもね、湧き潰ししていかないとね、こんな感じで湧いちゃうんすよね。よっ。お前なんかには負けないからな。見よ、この盾の威力。お前なんか落ちてしまえ。よいしょ。オッケー。よし。ここもね、ちゃんと湧き潰ししながら、危な。やばい。危ない。マジで敵増えてね、もうやれんすわ。よいしょ。マジで怖い。この先はなんかあんのかな。よし、とりあえず石を作っていきましょう。道をね。なんもなさそうだな。まあ、この辺もね、ちょっとしっかり湧き潰しをしていって、モンスターにね、遭遇する可能性をね、ちょっとでも下げていきましょう。あいだ。やろう。ケツからやってくるとは卑怯だな。どうしようかな。ちょっと、防御壁を作って。危ねえんすよね、ここ本当に。よいしょ。こうやってね、防御壁を作りながら行かないとすぐやられちまうからな。マジでね、ネザーは怖いところでございますよ。よっ。こうやってフィールドをね、張りながら行っていきましょう。
と新たなエリアに来ましたけども、ネザー要塞的なものは見当たらないですな。もうちょい頑張ってみようかな。いやー、要塞ね、見つけるのどんだけ苦労すんだよっていう話なんですけどね。しかもさ、ほんと敵が増えちゃってさ、難易度上がりすぎじゃねえっていうね。ほんと困っちゃうわ。ガストってあんな強かったっけっていうぐらいね、もうめちゃめちゃ強敵な気がしますわ。こんな感じで言ってたらね、エンダードラゴンとかね、倒せる気がしないんですよね。いやー、ないよね、要塞的なやつは。お、なんかめっちゃポタポタ落ちてきた。あ、てか石なくなりましたわ。どうしようかな。ちょっとね、まだ収録開始してね、全然何もやってない気がするんで、もうちょっとだけね、石取ってきて奥に進んでみようかなと思います。今445でしょ。あとね、どうしよう、300とか400とか行って何もなかったらちょっと諦めましょう。じゃあ一回ね、村に戻りましょう。さーて、村付近まで戻ってきましたけども、いやー、いいね、あのマンション。結構いい感じに出来上がってきてるんじゃない？いやー、街に来るとね、ほんと安心するわ。ネザマジ怖え。なるべくならね、行きたくないんですけどね。欲しいアイテムがあるからしょうがなく行ってるんだよ。早くね、こいつも完成させたいよなー。まあ、とりあえずネザー攻略頑張りますかね。最初はね、装備を揃えてからもう一回向かいましょう。よし、とりあえずね、金装備ももう一回ゲットしたんで、まあゲットしたっていうか装備できたんで、またね、地獄の世界へ向かいたいなと思います。それでは行ってみましょう。さあ、また地獄に来ましたよ。またね、さっきの場所まで戻っていきましょう。この辺の地形だったらね、まだ安全なんだけどね。あのね、オーバーな、やばな。ソウルサンドとかね、ソウルなんたらのある場所はね、ちょっとスケルトンの脇が異常すぎてね、マジでアコアしんどすぎるわな。本当に怖い世界でございますよ、ネザーっちゅうのは。しかしね、ここまっすぐ進んでったところで本当にネザー要塞あんのかね。まあわかんねえけど、やっていくしかないよな。さーて、おーい、いきなりガスト現れた。やべやべやべ。急に出てくんなっつんだよ。マジ怖いんすけど。マジで。やめて、狙わないでー。よし、とりあえず、この中に逃げ込めば安全かな。この狭いところはさすがにガスト出てこないよね。おお、おるんかい。危な。よいしょ。いやー、怖い怖い。ちょっとね、ここも注意しながらやっていきましょう。はーい、持ってきた石ね、全部使い切りました。全部使い切ったんですけども、あ、エンダーマンいるわ。うん、ネザー要塞見つかんなかったわ。一体どこにあるんでしょうか。もしくは僕のワールドにはね、ネザー要塞っていうものはないんでしょうか。わからないんですけども、いやー、ネザーってむずいね。もうね、さすがに嫌になったんで、今後はですね、また気が向いたらネザー要塞探しの方やっていきたいなと思っております。あー疲れた。こんだけ来たけどね、何も収穫なしだわ。今日何やってたんだろうね、ほんと。ちょっと危ないからね、洞窟の中に入りましょう。ほんと何やってたんだろうね、全然わかんないんだけど、まあ最後にね、ちょっとコメントだけ読んで終わりにしましょう。ですね、こちらはですね、村人さんのショップを作った時のコメントですね。またもや、岡里ゲームズさん、コメントありがとうございます。毎度ね、コメントくれるんですよ、この人。
本当に頭が下がりますわ。ありがとうございます。村人殴って押し込んだ。職業ブロックの近くの村人がその職業に就職するのではなく、職業ブロックを置いた時点で村の中にいるどれかの村人と紐づきます。職業ブロックを一度仮置きして、どの村人が紐づいたかを確認してから移動させた方がいいですよと。はあ、そんなことがあるんですね。いやー、マイクラってほんと奥が深いよね。まだまだね、知らないことがいっぱいあるので、簡単なね、ネザー要塞の探し方とか、もしわかる方いたら、ぜひコメントとお願いいたします。まあね、2話続けてネザーの世界で何やって、おお、びっくりした。何何？なんだ？お、あ、目が合っちゃった系ですかね。ちょっとこいつだけ倒しましょうか。てい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 。ああ、落ちちゃった。どんまい。まあ、そういうわけでですね。2週にわたって、ネザーで何してたんだろうっていう回が続いたんですけども、もうね、諦めて普通に材料集めて、建築進めていきますわ。しばらくね。それでは、今日はこのあたりで終わりたいなと思います。また次回ですね、お会いいたしましょう。いやー、ほんと薄い回続きでね。ほんと、申し訳ございませんでした。またね、現世の世界に戻って、濃い内容でお届けしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ本日はこの辺で、また皆さんお会いいたしましょう。こんにちは。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。You can leave, it's your right, it's your freedom. But what you take is sent out there will never be enough.